アーネスト・ディグレゴリオは、アメリカ合衆国の元プロバスケットボール選手。身長183センチメートル、体重81キログラム。ポジションは、ポイントガード。NBA のバッファロー・ブレイブスなどでプレーし、新人王とアシスト王を同時受賞した、史上二人目の選手である。アーニー・ディグレゴリオは、ロードアイランド州、ノースプロビデンスで生まれ、 地元の高校でスター選手として活躍した後、プロビデンス大学に進学した。大学4年時には平均24.5得点8.6アシストを記録してオールアメリカファーストチームに選ばれ、NCWA トーナメントでチームを初のファイナル4進出に導いた。卒業後の1973年、ディグレゴリオは NBA ドラフト全体3位でバッファローブレーブスに ABA ドラフトでケンタッキーカーネルズに指名を受け、n b a 入りを選択した。プロ1年目となる1973から74シーズン、ディグレゴリオは81試合の出場で、平均15.2得点8点にアシストを上げて、アシスト王に輝き、新人王とオールルーキーファーストチームに選ばれた。 新人王とアシスト王の同時受賞は1960から61シーズンのオスカー・ロバートソン以来、史上二人目の快挙であった。また、フリースロー成功率は、リーグ1位となる。902をマークした。このシーズンに記録した1試合25アシストは、1987年のネート・マクミランと並ぶ NBA 新人記録である。ディグレゴリオは順調なキャリアを送るかのように見えたが、 二年目の1974から75シーズン途中に膝に重傷を負い、51試合を欠場した。スタッツはルーキーイヤーの約半分に落ち込み、以後もかつての姿を取り戻すことはなかった。四年目の1976から77シーズンには81試合に出場して、平均得点を二桁に戻し、リーグ主位勝つ、 歴代9位のフリースロー成功率945を記録するなど復活の兆しが見られた。しかしチーム再建に舵を切っていたブレーブスはシーズン終了後にリグレゴリオをロサンゼルスレイカーズに放出した。1977から78シーズンリグレゴリオはレイカーズで25試合に出場した後シーズン途中に解雇された。その直後にフリーエージェントとして ボストンセルティックスと契約し、シーズンの残りをプレーした。翌シーズン以降は、無所属となり、1981年に正式に、現役引退を表明した。NBA での成績は312試合に出場して、通算2997得点1594アシスト、フリースロー成功率、902であった。ディグレゴリオは1999年に、 イタリア系アメリカ人スポーツ伝道、2019年にカレッジバスケットボール伝道入りを果たした。basketball-reference.comfatbasketball-reference.com、e e、ありがとうございます。